会談には大きく分けると、ここですね、2種類あります。キリスト教会談が、ね、2種類あります。一つは、今言いましたようなキリスト教の内容を分かりやすく説明する目的で描かれたタイプの解説芸ですね。物語的に目で見て分かるようにもなっている。もう一つのタイプというものは、お祈りのための祭壇画っていうタイプです。これは教会の正面に飾ってあったりするものですね。だから、解説のための絵、祭壇画、拝むためのもの、大きく分けると2つのタイプがあるんですね。それから建築で言いますと、多数大聖堂、巨大な教会というのはちょっと大きすぎるんですけど、大聖堂というものがあります。それから民衆というか大衆がですね、日曜日にミサを行ったり、お祈りを捧げることができる小さめの教会。その目的はまた違います。それから修道院というタイプのですね。そういう建築が次第に作られるようになっていきました。工芸品に関しては、生物、また説明しますけども、生物というものを収納するために、非常に豪華な、手の込んだ工芸品を作るようになってきたりもしているわけですね。絵画、建築、工芸品って言いますと、もう全てです。全てが、全ての、その、作られたものがですね、キリスト教のために捧げられていると。それが中世の芸術であったわけですね。それで、キリスト教のその概要っていうことを、まあ、初めからですね、内容を、解説での内容を理解することは無効だし、大変ですけれども、初心者に必要なこと、これから中世を学んでいくという、初心者に必要なことは、キリスト教アートの概要を知ることだと思います。そしてここでは、この授業の中でですね、将来皆さんが学習していくための基礎知識としての概要あたりを紹介しようと思っているわけです。ね、そしてそれでここにちょっと聞き慣れない言葉が出てきてると思います。原始キリスト教アート、何ですか原始キリスト教というのは。それからビザンティンアート、これは、ま、ちょっと聞いたことあるぞっていう中でと思いますね。初期中世アート、これはちょっとイメージできないと思いますね。ロマネスク、あ、これは聞いたことあるよっていう人がほとんどだと思います。ゴシップ、あ、これはこちらロマンですけど、ゴシップの方を聞いたことある、そういうふうに思いますね。ただどれだけイメージとしてそれぞれを思い出すことができるっていうことになると、なかなか区別が難しいかもしれないですね。それでこの部分ですね、この部分がですね、初期キリスト教美術、まあ、特にこれとこれですね、これとこれがですね、初期キリスト教美術って呼ばれる中身です。そしてその後に来るのがロマネスクであり、その後に来る、さらにその後に来てゴシック、ルネサンスと、こういうふうにつながっているわけですね。ちょっとこの辺がですね、普通の技術史の中においては、ちょっと分かりにくいブラックゾーンになっていると思いますね。ちょっと先にここだけ確認すると、初期キリスト教美術というのは、3世紀から7世紀に、キリスト教会のために制作された美術や建築のことを言います。時期的には古代末期、2世紀末から7世紀のローマ美術、ローマ時代の美術と5世紀から7世紀のビザンチン美術と重複しているんです。だから長さが分かりますということがあります。そういうちょっと厄介な、時代といいますか、時期のパートであるということなんですね。それで、はい、これ皆さんに配りましたプリントにあります大学資料の年表です。でこれはですね、ちょっと印刷が不鮮明だと思いますが、ここに年代が書かれています。それでちょっと読み取れないと思うので、補足してみてください。ローマ帝国のこの頭あたりが紀元0年です。BC と AD が切り替わるところですね。これちょっと線を引いておいてください。それからですね、500年と1000年と1500年、これ500年区切りにしてありますけども、ここにも線を引いてみてください。
で500年っていうのはこのフランク王国が始まる頭あたりですね。このあたりはここで線を引いて500年ということになります。それからフランク王国終わりまして、今度はですね、西フランクが終わって神聖ローマ帝国が始まる、このあたりです。ここに1000年の線が入ります。それからフランス王国の国、フランス王国の国のあたりのところに1500年というラインを引いてください。今扱おうとしているのはこの辺のところを扱おうということになるんですね。それから左右、これですね、例えばこれイギリス、イベリア、スペインとかですね、フランス、ドイツ、イタリア、これ縦系列になってますから、まずここは地域を表しています。それでアフリカ、バルタン、小アジア、西アジア、インド、日本というふうになっていますね。これが時代によってどういう国ができていったのかと、変遷を表した年表ですけれども、これからこの図の上にですね、キリスト教はこの分類というものをお伝えしていきますけれども、皆さんここにはすぐに書き写さないでください。最終的な図は次のページ4の2の方のハイピントに、書いてある。最終的な図はね、ちょっと移り変わってきますので、まあ、見ていてください。一般的に中世という時代はローマ時代と、そしてルネサンス、そんな長い時期じゃないんですね。ルネサンス、ローマ、ルネサンスとの間に挟まれた時代のことを指すわけです。だからここで言うと約1000年間、1000年という長い時代になります。それで世界史的な理解では、西ローマ帝国の滅亡からトルコのコンスタンティノープルの占領までの時代のことを中世と呼んでいます。それで、まあ、ローマ時代とルネサンスとの間にあると、中間の時代ということで中世と呼ぶということになっていますね。それで、18世紀頃のヨーロッパの歴史研究者たちという人たちは、この中世という時代を全てゴシックという言葉で呼んでいるわけなんですね。ゴシックという言葉はまた後の時に言いますが、簡単に言うと野蛮なという別紙、別称といいますか、蔑んだような意味で呼んだんですね、ゴシックということですね。ところがその後、研究が進むにつれてですね、こんなに大雑把な全体をですね、この1000年間をですね、出発とから一つにする考えるような呼び方では表しきれないようないろんな内容が含まれていることがだんだん分かってきました。それで中世をもっと分類しようということになってきました。最も大きな発見はですね、歴史家たちの中でですよ、ギリシャの東のバルカン、小アジア、西アジアとか、この辺ですね、この辺のところにですね、約1000年の間続いたビザンツ帝国っていう国があるっていうことが分かってきたんですね。それでですね、そのビザンツ帝国の文化っていうものは西欧の文化をはるかにしのぐ優れた文化であったっていうことが次第に分かってきたんですよ。したがってその部分をビザンチン文化って呼ぼうということで、非常に長い年代ですけども、この地域バルカン、小アジアですね、あの辺の盛んに行われた文化のことをビザンチン文化と呼ぶということになりました。一方西欧においては教会建築の様式っていうものを調べていくと、ゴシック建築とは異なるもっと素朴でシンプルな造形力に満ちた時期っていうものが11世紀ぐらいに見られるじゃない、これはやっぱり区別しなくちゃね、この
この後半よりも、ね、区別しなくちゃねということになりました。それをロマネスクと呼ぶことにしたんですね。このシンプルな造形の建築が行われた時をロマネスク、ローマ風ということにしゴシックと区別したんですよ。したがってゴシックと呼ばれていた時期は以前と比べると極端に短縮されてしまったわけなんですね。そしてロマネスク以前のここに500年空間ができてしまいました。この500年間は初期、中世として別の扱いをした方が良いだろうということになって、現在では中世という1000年間の文化年表がこういう分類になってきたわけなんですよ。これが4-2のページの方にですね、小さいかもしれないけど書いておいたわけですね。